Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up. Aji 10月27日火曜日時刻は4時を回りました。アジクーターラジオ、アジラジ生放送の時間です。今日も沖縄市中央パーカーベニュー入り口からお相手 DJ モーリーと、そして火曜日はシュタントリエです。おー、かつてないほど元気な入りで、<laughs> 久しぶりに登場ですね。<laughs> はい、久しぶり。今月初登場でございます。はい、今月初登場の、ね。はい。はい。今月も終わっちゃうよっ、つって。<laughs> ちょっと緊張してるね。ちょっとめっちゃ緊張してる。カミカなんでかなどうしたのちょっと待って。オッケー。大丈夫。何今のファンデーションファンデーション塗った。気合い気合。い気持ちの入れ替え。あのー、もう、気がついたら、ハロウィンが間近に迫ってるというね。そうだよ。時期になってますけども、準備してますか何か準備してます。何やるの今年インド人。インド人。インド人。うん。 テーマはインド人。ハロウィンでインド人, <laughs> ンド人そんなのあるっけなんかわからん。表現して、何、どんなあ、衣装をとりあえずネットで注文したんだけど、<う>この、なんていうの、インド系の衣装だったから、もうインド人ってことにした。テーマはうん。なんか、<え>みんなコスプレするんだったら、例えばドラキュラとか、なんか、カボチャとか、なんかいろいろ言えるさ。リエノはインド人だなと思ったから、インド人って言ってる。 これって仲間内みんなとかでやるんですかこれ。あ、そうだね。一応、そんな感じ。何名ぐらいでえっと、10名ぐらいで。わあしかもみんなバラバラ。バラバラ。で、当日まで。うん。明かさないんだ。そう。何やるか明かさないっていう。で、そんな中、火曜いアシスタントの DA は、ラジオの中で、インド人をやると。インド人やるから。発表したわけですね。内緒ね、内緒。いや、でもちょっとわからないな。インド人の設定か。まあ、衣装がってことでしょう衣装がなんかね、あの、 中学校の時の社会の教科書に載って、の、サリーみたいな、なんかわかる<ん>インドの洋服、女の人が着る、なんかあんな感じ。ちょっとこう、頭部を隠すみたいな。そうそうそう、あんな感じ。もうフェイスのみみたいな。なフェイスのみっていうか、なんかあ、髪なんかベールみたいな、ああ変なのか。ああああああ ブルいやつそれをこやろうと。<laughs> そうそうそう。じゃあ楽しみなんですね。うん。ハロウィンね。楽しみ。10月の31日、うん、今週土曜日ということなんですけれども、どうですかね、僕はまず今年も何もやらないでしょうね。あ、そうなのでも娘がいるから、うんうんうん。娘にちょっとこう、1歳3ヶ月用の衣装をね、つ<お>けさせて、いいですね。写真撮りたいなと思ってますけどね。うん,う,んう,んうん。 子供可愛いいんじゃないですかね子供はね、絶対可愛いと思う。うちの子はね、<laughs> もう何をつけてもですよ。<laughs> はい、本当に間違えない、それは <laughs>、ね。マジで。間違えない <laughs>。はい、この話の続きは赤ちゃんいらっしゃいのコーナーでお送りしていきたいと思います。あじらじ、今日のオープニングの後に、今日の番組のテーマ発表です。 さあ今日はこんなナンバーから行きましょう。ジェイク島袋フラガール。 さあ、火曜日、今日も一日、ま,あ、まだね、日が高く、暑いですけれども、ちょっとこう、スーシーナンバー、ジェイク島袋で、フラガールお送りしました。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、ソートバンク、中野町の提供でお送りします。 さあ、アジクくうたラジオ火曜日、今日も沖縄市中央パークアベニューからの生放送となります。えー、国道330の渋滞情報とかね、天気の情報などもお伝えしていきながら、いろいろやっていきたいと思います。はい、今日はね、スタジオの外にアルゴさんが、お<う>実はいまして、あなんかね、多分番組にメール送ってるんじゃないですかね。なるほど。最初は、あり お久しぶりです。は視界に入ってなかったんですけど、<laughs> 徐々に徐々に赤いウェアが僕の視界に入ってきてて、気がついて今僕の真横にいるという。真横にいるという。<laughs> はい、チーズ、はいはい。今日休みですかえ仕事仕事みたいな。仕事みたいな感じ。どうですかこれかボクシングって感じですか今日はお休みで。 はぁ。たぶ走るんでしょうね、多分ね。うん、うん、うん。ちょっとだけね。ああ、スポーツウェア的な。なんかこう、あれですね。スポーツの秋みたいな感じでいらしてますけれども。そうだね。どうですか、最近。食欲の秋えとか、最近。うん。調子どうよ。調子どうよ。調子はいいぜ。調子はいいぜ。良さそうに見えないんだけどな。めっちゃいいんだけどな。あ、そう。最近嬉しいことがありまして。うん。 やっぱねさっき言った食欲の秋じゃんお菓子の新商品がたくさん出るわけ秋になるとちょっとこうパンプキン的なそう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 いろんななんかいろんな商品のこのんていうの秋バージョンが出てくるから毎日楽しいですねこれを見てやっぱ買うんですかそうですね買っちゃうんですよね新商品が出るともうついつい買っちゃうというもうついつい買っちゃうまああのアルバイトでねレジ打ちもしたりとか商品のあれもやるのなんかこう 出し入れもすするんですか。あ,あ、もう出し入れするする<あ>米す米六体は持ってるより米六体うん、ほ五<う>キロ五六三十。5 6 30え一気に一気にえちょこってから <laughs> あまあちょっとディアカー的なもどうしてう、まあ、そう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 持ってからよいしょっていやでも意外とこのラジオ以外のとト,トケシ d エさんは僕知らないでですすから。あ、そうです、ね、見たことないですからそうですね よそで多分動きめっちゃ機敏なんだろうね。はっ締めテキパキしてゃうんだろうな何ね、今。ここではなんか。何がゆったりまったりみたいな。いや、ゆったりまったりですよ。私。ザ・マイペースですよ。はっに。笑い方もクククじゃないんだろうな、きっとな。ふっはっは。ふっはは。ふはは出ましたけども。はいはい。え、青野軍団さん。チーズモーリー DA。チースハロウィンでインド人の格好 すぐ浮かんだのは、筋肉マンに出てくるカレークック。カレークック理エ。ただ、インドの衣装を着るだけじゃなくて、カレーのお皿を頭に乗せて歩くか、カレー食べながら歩かんと笑われるよ、ということで、いただきました。<laughs> 違う。はい、こんな感じじゃないよ。こんな感じじゃないよ。こんな感じじゃないよ。全身真っ黄色で。もう真っ黄色で。頭にカレー乗せて、違う違う。な,じじな,んなんか、家のイメージは、あれ。うん、アラジンと魔法のランプみたいな。 ああ、ああ、わかりますよ、わかりますよ。はい。だからさ、なんか持ってるものを、この魔法のランプがあるさ。うん<あ>。なんか、ね。あれ欲しいんだけど、見つからないからもうどうしようか迷ってる。ああ、まあ、売ってるところ、どこにあるのかなって感じだよね。ね、本当に売ってるところがなくて、もうネットもね、ちょっと時間がないので、うん。うん、ダメかなと思いまして。あ、そういう衣装ってことね。そう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 。あるでしょあの、ズボンなんかも真っ白で、 足首にかけて細くなるみたいなあそうそうそう絞られてるやつね太ももがちょっとボンタンみたいな感じそうそうそうあんな感じのあんな感じのはい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 あんな感じのあやっと分かったイメージが分かったうんそうだからこの魔法のランプ探しているえこう真剣あマジであ違うほんとあれよあの持ってる衣装としてようんうん。あれよははは そのハロウィン用の欲しいってことですかハロウィン用のね、なんか普通に魔法のランプ探してるって。いやいや、言ってもおかしくないなと思うんですけどね。危ないよ、それは。さあ、ということで、そんな D さんから今日の番組のテーマ発表です。お今日の番組あれ、対応ですかあ、もういいです。本当に、今日の番組のテーマは、えっと、これから飼いたいペット、飼ってたペット。はい。ということで、ペットでございます。ペット。ね、インドから。 話がだいぶね現実的になりましたけど現実的に飼っていたペットまたは飼いたいペットということですね、うん、そう、はい、メッセージ宛先メール覚えてるかな7 6 1 f m ザ o s a j p 7 6 1 f m c o s a j p ファックスナンバーが09893486530989348653でお待ちしております、はい、ラジオネームアルゴガロスキーさん こんにちは、モーリー先輩と、久しぶりのディエポンさん。久しぶり。お家から1時間半くらいかけてきました。走ろうパーしていましたが、足の裏が痛くて、ウォーキングにしました。<laughs> えー、モーリー先輩、久しぶりの FM 小に来たので、モーリー先輩、タグつけて宣伝しますね。て、テーマわからないので投稿できませんよ。えー、テーマ魔法のランプがあったなら何を願うかですかということでいただきました。おお<ー>、それ明暗ですねそれ明暗だね。うん、ね。それにすればよかった。 えいいんじゃないですかじゃあ。え何変えてもいいんじゃないですかじゃあ。じゃ採用。うん。え、魔法のランプで願いが叶うのであれば。何がいいですかっていうテーマにしましょう。あんまないと思うよ。テーマバーンって発表して覆るっていうね。ものの数秒で。死に影響されやすいっていう。じゃあ、それでやっていきたいと思います。それがしっくりくるかな一応な、本当そうだな。 まあまあまあ、じゃあそれで今日やっていきましょう。えー、u s o u t u b e の配信、ツイキャスの配信もしていますので、皆さんからのコメントもお待ちしております。さあ、時刻は4時15分になりました。 さあ今日もやってきました赤ちゃんいらっしゃいの時間です。このコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りします。さあ10月27日、今日は何の日なんですが、今日は古本祭。まあ、古本のお祭りとされています。はい、えそれ以外にも徳川家康大阪城で秀吉と会見した日、えー、そして それ以外にもですね日刊現代創刊で駅売り、有観ブーム到来、うん、東京中央放送局、初めて海外に電波を送った日となっておりますさあ、今日の誕生日の皆さんは俳優の高嶋政信さんこちらも同じく俳優の田中稔さん、うん、渡辺一慶さん、堀内孝雄さん大谷雅子さん らのお誕生日となっております、はいえー、皆さんの身ののの回りの誕生日の方これからやってくるお祝い事仮祝い事があれば赤ちゃんいらっしゃいこのコーナーまでお寄せくださいさああのエンターテイナーの、まあ、情報なんですけども<い>、えー、タレントの熊田曜子さんが都内の病院で第2子女の子を出産したことを今日所属事務所がマスコミ各社に発表したということですね。えー お姉ちゃんにのしっかりとした顔立ちの赤ちゃんですと発表したということで、うん、我が家に来てくれた愛娘を家族みんなで力を合わせ、精一杯守っていきます。と、二児の母となった自覚をにじませていたということです。うん、この熊田洋子さんは、さえっと、2012年4月に一般男性と結婚をしまして、えー、2012年の12月に第一子の女の子を出産しての、今回第二子となるということですね。 はい。いまああのー、昨年一回こうデューザーもね経験したんですけれども、その悲しみを乗り越えて今年の四月、妊娠五ヶ月であることを発表し、まあ最近ね、えー、出産されたということですね。うんうん、はいおめでとうございます。さあこのコーナーでは皆さんの身の回りの誕生日の方これからやってくるお祝いごと仮意ごと、そして子育てを頑張ってる皆さんからの子育て情報もお待ちしております。メールの方はこちらまで。 七六一アットマーク F. M. コザドッ J. P. 七六一アットマーク F. M. コザドッ J. P. でお待ちしております。お待ちしております。赤ちゃんいらっしゃい。このコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りしました。 アジクルタラジオ生放送お送りしています今日はですねテーマが変わりまして変わりまして魔法のランプで魔法のランプに魔法のランプがあったら何を願う何を願うかっていうねそういったテーマとなっていますけれども今ねスタジオの外にアルゴさんとスタッフのその子さんがいますけれどもなんかあれだね先生に怒られて生徒みたいなそんな風に見えるア あのアルゴさんの, <laughs> あの恐縮した感じまあねリスナーの皆さんお見せできないですけれども、うんはい、そういった光景が外に広がっておりますさあツイキャスもやってますが皆さんいかがですかツイキャスツイキャスツイキャスはいツイキャスでもコメントお待ちしておりますうんはいはい <laughs> じゃあノーコメントということでうん、うん、コメントあるけどうん、うん、あテントウさん うん、テーマ変わったの。変わりました。うん。魔法のランプがあったら何を願うになりました。僕、今だったら、うん。あの、鼻直したいかな。今だったらね。鼻直したいというか、鼻今痛いわけ。ん鼻が痛い。鼻鼻。鼻ね。脳図ね。ね。鼻が最近痛いわけ。うん。昨日ぐらいから。え、なんでなんで押したら痛いわけ、鼻が。ニキビみたいな感じかな。ああ痛いわけね。もう治さ、それは。 本当にもう今何がいいかなって考えたらその痛み取りたい現実的だねでも人間の体って不思議だよね足の先からこのいわば頭の先まで皮膚と骨があったりとかするさそんな中で例えば小指小指のささくれが痛いとめくれてしまってちょっとこう圧迫してる場合って地味に痛いさこんなに体って大きいのに伸ばしたらこのちょっと ストグアのこの痛みで集中力が切れたりとか神経がそこにいくさね,ねなんか先っちょとかそうでね手の先とか、うん、でしかも口内炎とかさちっちゃい粒だと思うんですけどそれがあるだけで普段食べてる美味しい食事がうまーくこうね美味しいって感じられなかったりとかうん、うん、ちょっとこのイライラしたりとかあるじゃないですか、うん、ある影響受けるなと思ってね、うん、えー、青野軍団さん カレーといえばさ、この前友ンが行っていたご飯が1キロあるカレー屋あったさね、えー、<ん>あ、なるほど、あの食堂ですよね、<ん>あの沖縄市の高原っていうんですか、っちね、ええー、特集会近くにあるんですけども、<ん>カレー大好きだから食べに行ったわけ。<ん>したらよ、びっくりするぐらい大盛りでから、無理だろう。 と食べ始めたら7割は余裕でいけたけどこっからがよブレーキかかってしなしなしながら30分で完食食べたんだすごいね、うん、すご一応ねその大きさっていうものを写真で送ってみていますけどもうあるだねこの大きな白い器に白いご飯と、うん、でまたカレーがもうほんともうスペースがないぐらいねお皿の上にわーってごもられていてでさらにその カレーの上にトンカツがポポポポ,ポンとカツが乗ってるのでもう溢れそうになってるカレーがねーありますけれどもえー、1キロ総重量ってことですね1キロすごいないうかはい。アラジンと魔法のランプみたいな衣装うんあれかアラジンのイナグの格好かああそう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 ああ全然面白くない、えーなんでどうせやるんだったらランプの精が痛さうんジニーだった あの顔が多いのよ。あれやろうぜということで。<laughs> ダメ。青、青で顔。塗りたくないもん。あ、いますよね。うん、男の人かな。ですよね。うん,うん。ちょっと顔の大きな人ですよね。顔の大きな。妖精でしょうん。うん。あれは、キャッカ却キャッカキャッカキャッカちょっとじゃあ、かわいい感じの。ああ、一応、かわいい感じっていうか、ちょっとなんか、血とかやりたいわけ。血。 とかゾンビメイクじゃないけれどもそうんなのやりたいおおそうですかこれって写真に撮るんですか写真撮りますうん撮りますってことは後々フェイスブックそうあげるということですねあげるあげるさあノアノアさんからメールが来てましてさっきのねテーマ発表してすぐ切り替えたじゃないですかそののの前最初テーマは <laughs> 昔飼ってたペットとか、うん、これから飼いたいペットというテーマだったのでそれに沿ってメールがあるんですが <laughs> ありがとう今は野生化しているあ、うん、野生化したグッピー飼いたいですと、うん、探してるけどなかなか見つかりませんが、うん、どこかにいませんかといただきましたはいグッピーってグッピーいるのかな今ねいる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 いいるいる,いる,いるえグッピーってあのなんかメダカっぽいやつでしょうん まあ、あのー、尾、うん、っぽとかね、色がカラフルについてるやつですけれども。で、あとですね、昔、あ、ハブ飼ってましたってことですね、野々村さん。え、ハブうん。あ、本当写真もあるな。ハブって飼えるのうわー、目があれだ。になに？あ、一本線、縦に一本線の名が。 なんか、なんか性格悪そうな顔だねだょっと怖いな、これな。あんまり見たことないからね。すごい。すごい。写真でリアルに。はぁ、すごい。かっこいい。あ、かっこいい。うん。買いたい。ハブ。うん。ハブっていうか、ヘビね。うん。ヘビかわいいよね。いやぁ。手の上に乗せたい。アルグさん、聞いてごらん。何ヘビかわいいよね。うんうん。あ、ほんとにな あ、そうですか。<laughs> めっちゃ可愛いよ、ヘビ。負ける。負ける。絶対負けんな。違う、モーリーさんが今想像してんの、大じゃさ。おっきいやつ。いえいえ、大でも小でもよ。もう小とかなんか手のひらサイズみたいな。うーん。トグロを巻いてから。いや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 。いやもうあるでしょ<ん>もう下が、ピルピルピリって出るでしょそうそうそうもうあの下が可愛いさ。うわー。いますよね、女性でね、やっぱりね。 この蛇系が好きな方っていうかねそうそう虫類とか目がね目をじっと見てると惚れてしまうあれ惚れてまうれてもあれは株とか株とか赤股マタ将とかそういうとかそんな近くにで見たことないけどねヘビヘビうわペットショップとかに売られてるちっちゃいヘビあじゃあもうあのコーナーに行ったら見るんだかな見る見る見るあの一番いい時間があってオープン時はちょっとなんかかっ 活発なの、あいつあなんでなんでなんかわからん多分昼間寝てるんじゃんあこれちょっとあれだヘビ好きにはたまらない情報だわ、うん、かんないけどなんかリが早めに行ったらいつも活発活発 動きが速いってこと、ね、動きがなんか動いてる。へ<ー>めっちゃ。さあ、投稿で、買いたいペットで Facebook 載せたのに、すぐさま変更。<laughs> すぐ変えましたって。ごめんね <laughs> さて。聞いといてなんですが、帰り道も時間がかかるので、歩きながら投稿しておきますねと。うん、あ、投稿して、うん、聞きますねと。はいはい。ありがとうございます。あ、そういえば、ミュージックタウンで、ナイスハーフな人と、ハルサーミュージシャンがいました。お,お<ー>えー、モーリー先輩も、飛び入りで参加してみては 安心してください。ラジオは僕がディエポンさんとやります。なんねといただきました。はい。ありがとうございます。ってことは、ニッキーと、うん。あいもこさんがいたってことですかあ、そうなんだ。あ、そうなんだ。近くにいるんだ。今日ニッキーね、誕生日みたいで。あ、そうなのうん。面識ないんですけどね。あ、そうなの面識ないんですけども、一応今日誕生日みたいですよ。あ、おめでとうございます。はい。なんかイベントやってるんでしょうね。そうなのかなおお。まあお時間ある方は。はいはい。ええまあ夕方ぐらいまでやるのかな まあ時間を見つけて音市場行ってみてくださいじゃあもうアルコさんも帰るということではい帰り道ありがとうございました気をつけてくださいねありがとうございます今の時期ね、はい、あのー、まあお昼からこの時間にかけてまだまだ日が高いですけどもう日が暮れるのも早くなってますからねそうだよね涼しいよね、うん、涼しいさあ MJ さんはいさ i d j モ o ー y d a m j です今日ののテーマ、はい、魔法のランプで があったら何をお願いするかに変わったの、うん、そうね。ハロウィンで DA にラムちゃんのコスプレをお願いして一緒に写メ撮るかな ?DA お願いできんかねということで。ああ、じゃあ来年ね。<laughs> これ多分ね、うん、結構マジのお願いかもよ。<え>ラムちゃんのコスプレってどんなのもけ後ろのあれ、<え>あれさ、しましまあの、黄色と黒のいや。無理でしょう。<laughs> 肩を露出したような。う水着みたいな感じでしょ。なんかね、あんま露出するの嫌じゃん。 うん、いやだよね。うんうん、<laughs> せめてなんか塗っていたい逆に塗っていたい露出,露出するんだったらあの青塗りとかなんかああ、もしやるんだったら緑とかなんか<ー>うんはいはい。ということでラムちゃんはじゃあ却下って感じです、ね、あの MJ さん、うん、えっとね青の軍団さんもそうなんですけど えっと、キングスの試合のですね、鑑賞チケットが当選しているようなので、うん、ええー、まあ、近いうちね、うん、取りに来れる時があったら取りに来てくださいというお知らせでございます。うん、そして、ええー、青野軍団さん、川怖い格好はみんなやってるさ。そこをあえて、川井 DA がお笑い担当やっていこうぜ。笑かし、笑かしなんぼでやっていこう。<laughs> という答えいただきました。 そうなんだよね、なんかなあ,あんまパッとするのがなかったわけさ、うん、だからもう、無難なのにしちゃった今までどんなファッションだったんですか、うん、このハロウィンは。ハロウィン、うん、去年、あ待ってよ、あでもね、なんかメイド服とかあんな系しかやってないかな、うんうん、みんなでおそろお揃いのメイド服とか、うん、なんかうさぎの耳つけてるとかぐらいかな。やっっぱこうちょっと ファッションショーやってるとき、自分でね。楽しいのそれともちょっと恥ずかしい感じあ、なんか楽しいよ、めっちゃ。楽しい。でも、ファッションショーって言っても、一人でね。一人でなんか家でつけて、ちょっと試着みたいな。めっちゃ楽しい。で、実際こう、人前に触れるさ。うん。おー、おみたいな、あの人なんか、あんな格好してるとか。うんうん。その時って恥ずかしくはないのあ、でも、一人だったらちょっと恥ずかしいかも。でも、周りに、この同じ、なんていうのあ、この人たち、 一塊だなみたいな<ー>分かる感じだったら別に大丈夫、うん、むしろ楽しいみたいなやっぱこの視線で感じる視線やっぱ見るんじゃない、うん、感じる感じる<ー>ハロウィンの時まあ街がねコザ、うん、もそうですけど茶炭とか那覇とかいろんなところでやっぱりパレードやったりとかしてますもんねうんうん、うん、そうだよね茶炭はまた今年も大きなパレードやるんでしょうかね,ね楽しみですよね、うん、毎年 えー、今度の土曜日10月の31日ハロウィンとなっています後ほどコザの、ね、インフォメーションもお伝えしたいと思いますアルゴさんあはインド的な格好ってヌーやがやーって思ったらあの格好ですか似合いそうですねじゃあ僕や青の軍団さんはジニーとかになれそうですねとあの軍団さん失礼しました <laughs> さて今魔法のランプがあったら何を願う ドラゴンボール的な感じだと、願いを増やす。生き返らせる。二回目は不可能とかないんでしょうかね。謙虚で願うなら、薄まさ上等キャンピングカー欲しいっす。世界中旅したいっす。<laughs> はい。<laughs> いいですね。キャンピングカー。何がいいですか魔法のランプ使えるんだったら。魔法のランプ使えるんだったら、あの、空飛びたい。絨毯欲しい。おお、なるほど。もうね。 あのなんか渋滞とか気にせずスーって行くじゃんまあ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 で私が寝てたとしてもスーって言ってくれるじゃん運んでくれる運んでくれるさ欲しいねもうすごくそうですかえ森さんは何がですか森さんはははじゃないいや俺鼻の痛みを取りたいまず鼻が痛い今なうね今ねなうねうん なんかもうちょっとなんか夢がある感じのこの魔法のランプってあれキュッキュッキュッってやるんそうそうキュッキュッキュッってやったら出てくるの出てきてジーニーが出てきてジーニーがあのランプのせが出てきて願い叶えるよーみたいな叶えてやるよみたいなで叶えたら消えていくの中に戻るんじゃんバイバイってご主人様模様系なんでございますかみたいなへー え <laughs> じゃあ実はあんまり俺こういうみんなが見ているであろうもの全然見てなくて、うん。あれはもう本当にドラゴンボールと一緒さ、アルゴさんが言ってた。ああ、シェンローみたいな感じで。そう,そうそうそう。<ー>お願い叶えるよ、みたいな。うんうん、うん、<laughs> <laughs> そんな、あれだったアバウトな感じだった鳥間明さん咲くの。のね、シェンロー。<laughs> シェンローね。 じゃんって出てきて、てだ、<laughs> 願い叶えるよっていう、そんな大変な感じでしたあの。そういう感じではないけど、そんな意味ね、意味、意味。あそういう意味ね。うん、そういう意味。わかりました。はい、はい。ということで、えー、今日の番組のテーマ、まあもし願いが叶うんだったらっていうことですね。うん、はい、メッセージお待ちしています。761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp です。 久しぶりに多分少女時代を流すんですけれども、時間まで曲行きましょう。G。 さあ、ここでリスナーの皆さんにお知らせ。えー、昨日もお知らせをしてですね、もうたくさんの皆さんに応募していただいたプレゼントのお知らせがあるんですけれども、えー、この度、オリオンビールではオリオンスタイルを新発売いたしました。香味設計に基づき、原料処分や発酵工程に工夫を凝らし、さらに、オリオン初採用の露過技術にて、すっきりとした後味の良さを実現いたしました。美味しさしっかり、キレすっきり、オリオンスタイル。 今日は番組を聞きの皆様にオリオンスタイル 350ml24 巻入り1ケースを10名様にプレゼントいたします。これ昨日もお知らせは3なんですけど、<う> 1>, 1週間とりあえず告知をします。で、その1週間の中で、えー、たくさんメールを募りまして、で、その中から抽選で10名様にプレゼントするという感じでございます。はい。 えっと、11月の2日、来週の月曜日に朝の放送や、うんうん、この夕方の放送で、うんえー、発表するということですね。はい。で、条件がありまして、<う>スタジオに取りに来てくれる方に限らさせていただくということですからね。い。うん、あのー、まあ、いろんな、こう、ついでで、えー、本当にこう、自分の時間の都合のいい時で OK ですからね。うん、受け取りできますということも、考えて、 メッセージを送っていただきたいなと思いますまた5時台にもね改めてこのお知らせ挟んでいきますので<い>どうやらラジオで投稿したら、うん、オリオンビールが飲めるぞともらえるぞと<い>ってことで昨日13名かなこのアジアラジオの中で4時台5時台合わせて13名の方に応募していただいたんですが今日もお待ちしていますので、えー、聞き逃した方もですね改めてメッセージを送ってください宛先はこちらまで 7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p でお待ちしておりますはい今ねアドレス言うときに若干手を打ったんですよテーブルにねと <laughs> いうのもこの指揮者のように右手左手リズムを刻まないとアドレスが出てこないという <laughs> うん <laughs> 何ですかそれアットマークああ手でそ,、ね、それを打ってるわけですねアットマークなるほどはい、はい、こちらの方までメッセージお待ちしております メールラジオネームともぶんさんはいはいモーリーエイこんにちはラジオネームともぶんですはい DA 久しぶりだね久しぶり元気だった元気よしてテーマー「うん、なんて魔寝が湧くば、この汗かじゃを無臭にしてほしいかな <laughs> まだまだ夕方浴びないとずっと臭いからさ、うん、さっぱりしたからまた出発汗臭い匂いを」 <laughs> なんか、現実的だよね。うう <laughs> 現実的だよね、すごく。うん、あ、森さんも。も気になるんじゃないですかうん。ナウってことどんなですか男性のこの汗臭い、うん。匂いと<え>、無臭、無臭。無臭,無臭な人と、うん。ちょっとこう汗臭さを感じるような、うん。どっちがいいですかどっちがいいよくさん この汗臭さがいいんですって言って、匂い不一致の人もいるさ。まあ多分相性だと思うんですけど。そんなんではなく、焼いたって何の匂いもしないみたいな。私匂いしないかもしれない。匂いしない。あ、わからん。匂いに。あんまり意識がいかないんだ。敏感ではない。疎い。あ疎い。うん。じゃあ、草、この人ってはならない。ならんならん。へー。ならんならん。 匂い、疎いかもな。匂い、疎い。疎いかも。匂いに関してまあでも、いい香りとか、そういうのあるんでしょああ、焼肉の香りとか。そっちうん。あ、そうですか。とか、うん、そういう系はすぐ。反応するけども反応する。なんか、焼き芋とか、なんか、甘い匂いとか。うん、じゃあ、僕が放送でおならしてても、わからないんだ。わからんかもしれん。言われないとわからんかも。言われたら、はそういえば臭いってなる,、うん、てなるかも。よかった。 してないけど、オッケーそれぐらいは疎いっていうからね。めっちゃ疎いはず。そうですか。うと、ん、疎い、うん。えー、こちら。んうん。トモムンさんですね。は、うん、いはい。オリオンスタイルマジ欲しい。はい、いただきました。ほいほいまあ、じゃあ、応募ということで。はい。えー、いはい、っさっきもお伝えしたように、うん、来週の月曜日に抽選発表ということですからね。うんうん モーリーさん、DA さん、ハイサイ。ハイサイ県内一のサザエさんばか、サザエさんのたまだよ。ニャオ、ニャオ。願いが叶うなら、モーリーと同じくらいの身長になりたい。でも、足長めで。いや、これダメ。ダメダメダメ。なんで足はそのまんま。足そのまんまで身長。どうだけ長いさ。<laughs> よく言うさ。よく言われるわけ。<laughs> うん。うん あんたみたいに身長欲しいなとかって言われるんですけどじゃあどんなですか足短くて180なるのと、うんうん、今のまんまどっちがいいですかって聞いたらお、うん、聞き返すわけですよ、うん、まんまでいいかなっていうそれは足だけピンポイントだからじゃんもう全体的にいいでしょ、うん、180とか100欲しいなって思うよ、うんうん、思いますか思うよ170ぐらい欲しいなんて今いくつだっけ今 あ間違えたは <laughs> どういうサバの読み方してゃの違う間違えた間違えた今20年落としてた6 4十四。64今 64, 64どれぐらいまでもしなれるんだったらなれるんだったら70ぐらい欲しいな70まあまあ大きいんじゃないですかうん70なんかさあのあれヒールとか、ねうん、ちょこっと履いたりするんだけどうん、うんうん ぺったーんの島造りとか、ぺったーんの靴履くと、うん、なんか自分の世界が変わった感じがする。この、見てる視界が。見てる視界が、はい、はいはいはい。いつも違うから。<う>ああ、ちっこいかもしれないって思う。でも164は平均よりも高いんじゃないですかそうなのかな沖縄の平均に比べたら。そうなのかな、うん、なんかめっちゃし、し、なんていうの視<界>見えにくい視界が。見えにくい。なんか背伸びしないといけない感じ。ふーって。 いやいやいや、そんなことないでしょ本当に、なんか、うん、変わる。あそうですか。うん、じゃあもうちょっとこう、視界を高めに。そうそうそう。ヒール履いた時の、このぐらいが、視界が、ああ、めっちゃなんかいいなあ<ー>、見通せるみたいな感じがいい。やっぱそういうのがあるんだね。うん、お気に入りの視界が。うんうん、そうそう。えー、こちら、ラジオネーム、アルゴ・ガルスキーさん。おい久しぶりの MJ さん。お<っ>おああねキングスの、ね、チケットで、ね、受け取ってくださいね。 でプレゼントですかこれなんですかこれなんですかなんだろうねなだろう喉飴かな喉アルフォートワイ嬉しいしこれはもう D&E の好みのですね今<え>じゃあどうぞ受け取って <laughs> はーい取ってくるください、えー、<laughs> 今お菓子をね差し入れしていただきましてで、えー、さささささっとスタジオの外にね 走って今アルフォートを取るに行っております。<laughs> はいいありがとうございました、えー、こちらもいきましょうオリオン希望、青の軍団ビール飲むのにいい季節よねだ、飲んでみようということでいただきました青の軍団さんも今日初あれですか、エントリーかあ、なるほどじゃあ書いておきましょうねはい。 もうね、昨日も、ねあのー、あれなんですよね、うん、お久しぶりですねっていうリスナーさんだったりとかはじめましてですねっていうリスナーさんだったりが、うん、オリオンスタイルっていうキーワードを入れていただいてメール送ってくれてますからね、うん、ありがたや、えー、ではエントリーということでそしてこちらラジオネーム、まあ、同じく青野軍団さん えー、魔法のランプにお願いしたいこと。まず一つ。ビーズの稲葉さんが福山雅春になってライブして何万人って人にキャーキャーされてみたい。うんうん、あ、なるほど。ビーズの稲葉さんか福山雅春さんみたいにこうなってライブでこうキャーキャーされたいとあは、えー。デージ気持ちやずや。あと一つはメッシかクリスチャウロナウドになってドリブルで抜いてみたい。 ああ、はい、いいね。でも、福山雅治になってたらさ、うん、こう何万人の会場が、キャーンだろうな。キャーンキャーンレスポンス鬼だろうな、なきっとね。うん。もう一言一言でもう帰ってくる声援が熱いはずね違いますな。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。MJ さんがね、はい、チケットゲットして帰っていきましたが、 違うだろうな、全然。見られ方が。違うんじゃないなんか、一言、もう本当に、この人が言った一言って大きいと思う。うん、影響力。影響力が。ね。そんな感じするよね。しますね。するね。するね。もう福山さんが毎日、なんか朝トマトジュース飲んでますとか言ったら、うん、もう次の日完売。あ、それぐらいか。それぐらいあるんじゃん あるんじゃん。なんか美容にいいですよとか言ったもんならもう完売じゃないもん。そうだよな。そうじゃん。あの、タモリさんと福山サルさんがお風呂入るときに、まあ、ボディソープはあんまり使わないっていう話をしてたんですけど、それを聞くと、それでもポイント上がるよね。あわかる。一一般の人が、いや、あの、ボディソープ使ってないよってなったら、発酵みたいな。 何この落差っていうぐらいガーンって下がるさ <laughs> わかるそれえもういいう分かった今でもまあはい、はい、そのボディーソープで洗いすぎないためにうん、うん、肌を傷つけないようにためにっていうのをちょこっと補足を付け加えただけで、うん、ポイントがファってこう上がったから上がる上がる不思議ですよね、うん まあ、もちろんもともとね持ってるものもあると思いますけれどもうん、うん、この人気影響力っていうのはやっぱすごいですねすごいねうんええー、NONO さん<い>オリオンスタイル応募したい、うん、あじゃあ応募ということで、えー、書いておきたいと思います今日のテーマ「魔法のランプがあればタイムマシンかバックトゥーザフューチャー」の「デロリアン」が欲しいデロリアンデロリアンって何 車あああれデロリアンっていうんだまあ最近このバック・トゥ・ザ・フィーチャーの未来の2015年10月21日が先週かなちょうどこうやってきて<う>東京お台場の方では実際にこうデロリアンが走るという,うでカウントダウンをして動くっていう<ー>っていう夢のようなねすごいイベントもありましたけどもいいねいいねいや憧れるかもな確かにな うん、かっこいいな見たフーーチャ見ましたよ、もうね、あれ、なんかもう、青春時代のって感じ、うん、あそうなんかちっちゃい頃とか、うん、よくお昼にね、なんか再放送とかやってたさ、それを一生懸命見てたっていう思い出面白いよね、うん、今の DVD なんかでもレンタルちょいちょいされてますけれども、ね、ま,あまだね、えー、見てない。 久しぶりに見たいなという方もいれば、ぜひ見てください。えー、こちら、ラジオネーム、アルゴさん。はい、アルゴさん。オリオンスタイル欲しい。<laughs> はい、もう今日4人、今日四人目ですね。すごいなおーえー、じゃあ、エントリーとリー。エントリー、はい。えー、ディエポンさんは、匂いに疎いんですかはい。えー、フェルモンとかはあと、毒ガスとかにも身を守れないっぽくないですか えー、なので犬を飼いましょうえ,え <laughs> ごめん俺もちょっと分からなかったよく分からなかったぞ、えー、テーマは魔法のランプあ,<れ>あったら何を願うか、はい、願う相手の能力を2時間だけ使えるってよくないですか、えー、時間的にもいいぐらいですしスポーツが得意な人がいたら、うん、試合中くらいは能力が持ちそうですうん、うん、学問は試験中先生の能力で満点結婚式とかなら飛び入りで余興でダンスとかできそうですよね<ー>といただきました 相手の能力を2時間だけ使える。なんかあれだね。あの。ワンピースっぽいね。あ、そんなのがあるの。なんか、そんな感じの。あニュアンス。ニュアンス。ねあれだね。現実的な人か。ちょっと。そうじゃない人か。別れる気がする。ね別れるね。そうかも。僕はもう、ザ現実ですね。今ね。最近は。もう、なんか。 モーリーさんがなんか、空飛びたいとか言ってるの見たことないからね、それもう現実的になってるな、本当に。あ、もうこれ年を重ねてってことんうん。なの多分そうかも。あなるほど。もうデジタルだよ。本当はもう、ファンタジー型だよ。ファンタジーモーリー本当はよ。本当はそうなんだけど、でもなんか最近はもうめっちゃ現実的になってるね。なるほどね。いいのか悪いのか。うんうんうん。 えーこちら、ラジオネーム、ともぶんさん、はい、青の軍団さんは当たりすぎだから、うん、オリオンスタイル当選したら、ちょっぴんちょうだい、<laughs> あと、今度7年ぐらい貸したままの某ラジオ番組の録音した MD も返してよということで、はいいろいろこう貸し借りやるわけですね。そんな青の軍団さんから、はい、考えてごらん。 福山雅治が右手を人差し指立てて、あれ、上げただけでキャキャされるんだぜ。うん。何回でもやるよや。俺が同じことして、してあげたら、DA が一瞬上見上げるぐらいだぜ、ということで。はい。いや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 、上も見上げないんじゃないですかはい。おいおい。今ね、スタジオの外にね、めっちゃあの、ファンキーな衣装の方がいましたけど。衣装の方衣装なのかな うちらっと見見えた、ね、今見えたた今ねもういいよ。<laughs> <え> <laughs> 何でしょうね、ちょっとハロウィンには早いですけれども、ねえー、若干寒くないのかなっていうね <laughs>、あのー、半袖、半袖というかランニングシャツでいる方がいますけれども。さということで、えー、一旦 CM 行って、そろそろ4時のエンディングをお送りしていきます。 さあアジクルタラジオ今日の番組のテーマは「魔法のランプでもし願いが叶うんだったら」というのが今日の番組のテーマですほいほい俺はあれかなおっきい車欲しいかな <laughs> 一応ああでもさっきよりかはあれだねちょっとあれでしょ、うん、夢夢ではないけど一応現実味もある、うん、夢もある本当はさ、うん、あれだっけあのー、2階建てをはしごで登るようなおっきい 車が欲しいんです、僕。タイヤがデージでっかいやつ。四駆四空の。四駆のはしごで登るみたいな。二階建てぐらいの。お家の。大きい、本当は、車が欲しいんです。あ、なんかアメリカンサイズなみたいな。あはもうタイヤで自分のなんか、8割ぐらいの高さぐらいみたいな。なんかバスの運転手と目が合うぐらいの、視界の、車高の高さっていうか。はいはい本当はああいう車で、 ギア車でブンブン、はい、ブンブ,ン,ブ,ン,ブンってやりたいんですよへえー、イメージなーい何か20代はもう本当に、うん、あにトラックトラックっていうかこの駆は,いは,いはい、ばっかり乗ってた、えー、マニュアルでえー、意外ですねなんですけどはい、はい、今はもう僕の身長がさらに大きく見えるような軽自動車乗ってるのでうん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  ちょっとねもし願いが叶うんだったら大きい車かなうーん,うーんなるほど大きい車さあツイキャスいかがですか、はい、ツイキャスツイキャスはね、うん、いろいろコメントがあるんだけどはいその中からその中から、うん、今日のテーマはなんだっけ魔法のランプなんだけどうんうーん 今日のテーマもおお待ちしておりますコメントあじゃあ、はい、テーマじゃないメールが来てるってことですね。<laughs> そうそうで盛り上がってると。分、はい、かりました。ということだ。さあということで、はいえー、4時台はこの辺でエンディングの時間ですけれどもこの放送は「お母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニックソフトバンク中野町の提供」で4時台はお送りしました。 さあ、ではでは、ディズニーソングということで一曲ですね、アラジンの大冒険を聴きながら、夕方4時はお別れです。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio, Radio on FM 76.1, coming at you, okinawa さあ、夕方五時を回りました。この時間、沖縄市観光情報発信コーナー、コザソースの時間です。えー、火曜日の今日はコザフィルムオフィスの方から、元底沼コンビニのお二人です。こんにちは。こんにちは。ちは,はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。意外な感じで、元底くんがアルフォートに食いつくという。大好きです。<laughs> 結構好きなんですね。甘い系ね。甘い系大好きです。<ー>体験入れてるんですけど。 嘘出てる、はい、<ー>見た目的にはほっそりしてるけどねわがままボディーままなんで <laughs> 結果にコミットしてないんだから <laughs> <laughs> コミしてないそうですか私は辛い方が好き <laughs> あ辛い方が好きあそうなんだ例えば <laughs> 例えばうんキムチは常に冷蔵庫に入ってるとかマーボー豆腐はもう最強に大好きですね 意外ですね聞いてみるとね意外意外じゃカレーライスなんかも甘口ありえないみたいなありえない元足子多分甘口だよねいや辛いの最近食べるようになっておお沼はこうかだいやあのちょっとちょっとんか悪ノリでタバスコを一気飲みやれるあはいはいはい そこから辛いのいけるようになりました。あ、それがきっかけ？きっかけで知らない。目覚めた感じだよ。辛いのうまいって思い。まあこの時期ね、あのまあその辛いものもそうですけれども、だんだんこの鍋関係なんかもね、まあチゲとか、いいですね。ね、ちょっと体が温まる系も出てきますけれども。さああの昨日の金里さんのまあ登場から、まあ今日の日にねバトンが受け渡されたんですけど、エキストルの募集がまたあるようで。はい、そうなんです。はい、じゃあ改め はい急なんですけども、もう明日撮影は明日なんですが、うんえー、タイトルは女殺し屋ミレイっていう、まあ、<お>メーラ,ランだ、はい、なんでミレイって言った、女殺し屋メラこれがアクション映画で V シネマさんの方ね撮影が。 18時から、うん、沖縄市内の、まあ、とあるバーにてやるんですけどもそれのシーンとしては、えーまあ、殺し屋のメイランが登場して銃撃戦が始まり、うん、それに、まあ、ばったり偶然出くわしてしまったお客さんたちの役。うん <laughs> ということはもう多分キャーとか逃げ惑う姿とかっていうのが取られるのかなかなと思いますねすごい展開じゃないそのバーのビップルームに多分このメーラーが乗り込んできてこう銃撃戦というかガルっていうねかやくも仕込んでやるでこれね本当にプロの方が来てちゃんとこう仕込んで血がこう吹き出る瞬間とかそういうのも見れるらしいですねはい リエさんいかがですか。いやちょっと血は怖いですね。血は怖い。ですね蛇は好きなのに血は怖い。蛇は好きなんですけど血は怖いですね。血がプシュとかっていうのはダメだ。想像してちょっと鳥肌立ってますね。蛇は好きなのに。蛇は好きなの。スカウトの下りでね。まあ意外なねところがありますけれども。まあじゃあこうとりあえず明日えっとまあ夕方ぐらいからですかね。 そうですねあの18時から集合が18時で終了がまあ21時か22時頃を予定してます、うん、はい、はい、まあ衣装の雰囲気としてはなバーに行くような感じでそ,そうですねこれってラジオ聞いてちょっと明日当日フラッと来たんですけどもみたいなノリでもいいんですかも<う>まあ人数にもよるとは思うんですけども途中でなければうん、うん、一応改めて。うん 前もって一応は言ってほしいですね。この今から言ってもいいですかぐらいのお電話ぐらいいただけたら助かります。どちらにお電話した方がいいですか？のりの持ってる方にするか。僕の携帯でゼロ七ゼロはい五四ゼロゼロ。待ってください。自分の番号はね、仕事用はね特にね六一三六です。はいはい。 えー、07054006761366136ということですね、まあ、またこうコはう o s フィルムオフィスのホームページもチェックしていただいて、はい、何らかのアクションも、ね、起こしてみてくださいちなみに明日場所はどこでやるんですか場所はあ、うん、げ,げだじゃないあげだ い近く,近く向かいにマックスバリューあるじゃないですか、の隣のちょっとビル、こ、うん、の2階、パライソっていうとこ所で、はい、撮影が行われるということですね、はい、これってまた沖縄でも放送というか、上映というか、されるんですか一応、ゲオでレンタルはする予定だそうなので、映画館とかではなく、まあ、レンタルで見ていただけたらなと。お<ー>なるほど

クラブとかそのスナック系のところの屋内のこう撮影もあるとす、うん、歌舞伎町からの沖縄にちょっと逃げるみたいな感じで舞台が東京とタイトル何でしししたっけ女女殺殺イタトルがちょっとね惹 <laughs> かれるねなんだろうなっていう感じがしますけれども <laughs>、はいはい、またそ,そちらのお、まあ、エキストラ募集のお知らせでございました、はい、さあ他にもありますか そうですね、あとはうん今の古い感じの美容院探してまして美容院と病院美容院院と病院 <laughs> ややこしいんですけど<う>美容院と病院を探してるんですけども、うん、撮影可能なところそれがちょっと結構美容院の方は結構断れてしまってて今ぜひうちでお、OK、けようっていう 方がいらっしゃいましたらご協力いただきたいなと思ってますね。と古いの探してるんですけどうち汚いから嫌だって言うからこういうの探してるんですよって言ってもお見せできないああそういうことねあえてこういうところ探してるんですよって説明しても汚いからそっか店主さんの気持ちを考えるとねそうですね 理髪店でははなんだね。美容院。いや、一応もう店とかでも当たってるんですよ古びた感じのが少ないので美容院で探し合うと美容院に見立ててっていう形であれば理髪店でも沖縄市意外とあると思いますけどね結構あるんですけどねありはするけどもあ撮影 OK ですかって言った時にあおってなるわけですねうちはだめって。 佐藤さんのお母さんが確か美容院やってたと思うんだけどな。うそうなんですけどね。ね<ー>その話がちょっと。なんか避けてるのかしら、もしかして。<laughs> <laughs> まあ、ということで、まあ、こういった病院だったり、美容院を探しているということですね。またそういった情報があれば、はいえー、コザフィルムオフィスのお、まあ、サイトがありますので、こちらの方にまた連絡もしてみてください。はい、お願いしますということで、今日のお相手は、コザフィルムオフィスの沼尾、そして元底コンビの2人でししたたあありりががととううごござざいいまました。 さあ、アジラジー5時台をお届けしております。今日ね、なんかあの、スタジオの外というかね、パーカーベニューはい、はい、沖縄市内、いろんなところで、えー、まあ、テレビの取材をやっているようで、撮影をね、うんうん、あの、毎週金曜日に、ゆが夫婦という、あやむこさんと、マシマハーフニッキー、はい、いろんな方が番組をされていますけれども、はい、それの撮影が、多分今回、小座編なのかな、えー、まあ、現在、収録している途中だということでございます。ねはい まあ、あのお近くの方はね、えー、今撮影中でございますので協力もしていただきながらうん、うん、でまたコサが多分映ってる回も後々放送されると思いますので楽しみにしておいてください、うん、さあメールも紹介していきましょう「昼間の奥さん」えー「昼間の奥さんよアジクーターの皆さんハイ、はいイはイ体い,たいーあらディーエポンもいるねおっお久しぶりございますさて今魔法のランプにお願い」 昨日に続きまして、うん、もやしの調子が悪く、大変しているので強いもやしを希望。強 <laughs>、はいもやし。強いもやし。やし一本一本見ながら、だめ、うん、なのと、だめになるであろうもやしを選び選び、チャーヒティして半分しか仕上がりません。うんうん、焦る。そして、えー、うんこしない犬が欲しい。えー、捕まえて思いっきり、<laughs> よしよしよし、わーしゃわしゃしたい。ということで。あもう,うんこしない犬。 うん。一応な年取ってくるとさ犬しょっちゅううんこするわけへえしかもうさぎみたいなちょこんちょこんちょこんみたいな年取ってくるとそういう傾向にあるみたいへえ若い時はもう1回うんうんうん回で朝1回夕方1回ぐらいうんうんでも最近はさ朝2回とかうんうんうん なんかこうマ切れになってきてうもうやめる子なし <laughs> <laughs> アルゴヤロスキーさん、えー、ディーポンさんワンピースみたいな能力っぽいで思い出しましたが、うん、ホピホピってある何それホピホピのみってなかなかひどい能力ですよね<何>相手を人形にして命令を聞かしその人の存在をみんなが忘れるんです 怖くないですかついでに年を取らないみたいですね。えー、現実的な願いは、えー、母の足が悪いので治ってほしい。保険や役所などに申請したらある程度補助されるみたいですけどね、うんうん、といただいております。うん,うん。うんな,るなるほど、なるほど。まあ早くね。ね。つい,いつも通り。いつものように。うん。良くなってほしいですけどね。うん、俺、ワンピース読まないからわからないんだよな。 私も最近読んでないね。ゴムゴムの木とかあるんゴムゴムの実ね。あ、ゴムの実。実はもうあれ、主人公ね、もろ。ああの、手伸びるじゃんルフィだ。うん、そうそうそう。はいはいはい。もう、でもゴムゴムの実分かれば、まうあとは大丈夫じゃないあとは大丈夫。思っている。思っている。あ、そうですか。うん。うん。まあ、これを食べたら、手が伸びるんだっけ その身の能力を司るあそういうことねそうそうそう<ー>でもあの泳げない金槌になるあじゃあ海にはちょっとそうそうそう向かないからじゃあこの、まあ、キャラによって、うん、これを食べたらこうなるとかっていうのは違うんだあうんみんな金槌になるは一緒あそれは共通なんだ、うん、共通へえでも海賊海賊えでも海賊 海賊を人間海賊なるなるためにでも船の上とかでも戦いはあるあそう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 でだから海に落ちたらアウトああそうなんだそうそうそうあ初めて知った面白いでしょちょっと今おってなったうん面白そうってなったうん機会があったら出たよ機会があったら読んでみたいと思いますさあ追スの皆さんいかがですか ツイキャスさんツイキャスさんって言っちゃったツイキャスの皆さんはね今フリートークはい、はい、じゃあ曲いきまーすはい 行きましょうってなってたんですけど何せうん時間を作りきれない自分が <laughs>。 どこか沖縄。もうどこか行かないと、多分私も。 さあそろそろ5時20分になるとこですお届けした曲は山下達郎で「ヘロンお送りしましたえー、曲の間ね DA が朝から晩まで働いているっていう話をずっとこう聞いてたんですけど、うん、よく働きますねしかしうんあなたいやとんでもございませんとんでもございませんもうお財布の中身見たら働こうって思う感じで <laughs> も少なく入れてるからでしょそれはそう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 ,うん 俺、那覇の仕事一件あって、そこから沖縄市に向かう時なんですけど、ガソリンがいいゲージなんですよ。で、チッコンチッコンとランプがついてるわけ。給油のガソリンスタンドのマークがついてて。沖縄市は25、6キロとかだわけ。途中、もし、ドドンドゥンってなってどうしようと思って。で、っていうのは、 財布を持ってないわけ、今日。あれそういうのあるのまあちょっとこう、急いでね。保育園のこのうん、うん、送るための準備とか、いろいろこう、持つものが多かったりとかすると、うわってなっちゃうわけ。うんうん、で、そのままこう、那覇の仕事行って、さあ、沖縄市ってなった時に、はい、どうしようってなって、うん、で、とりあえずこの、車のその、エえば 缶を置く小さいスペースとかに小銭があるわけ。600円ぐらいかな。ガソリンスタンド大体いいセルフだよなと思って、1000円とか10リッターとか、その表示が最低ラインで、上は満タンみたいな。500円表示、コイン入れるとこなかったぞと思って。で、実際ガソリンスタンド行ったことを想定して、いくら分なさいますかって言われて、 あ、500円分出て、ちょっと勇気いるさ。そうだね。みんな1000円単位だもんね。大体ね。で、ちょっとその勇気がなかなかなくて、もうギリギリまで本当にいいゲージで、本当、ひやひやしながら来てたんですけど、なんとかたどり着いて。おたどり着いた。1000円給油して。まあ今に至るんですけど。やっぱあれですよ。余裕は持った方がいいなと思ったね。ああ、いざという時ね。いざっていうか。本当に。 切り札でもいいしうん、うん、だからもうあれではもうちょっとへそくりをちょっと今蓄えようかなと思ってへそくりへそくりっていうかへそくりってこの大々的に言うものなのまあ夢が聞いてなければね<あ>へそくりじゃないですかね,そ,ううねそれを何かあった時にあそういえばピンチの時にあれだっていうことで出せるんですよああ<ー>それがないために、うん、もうずっとこのいえばハンドル握りながら、うん この E ゲージがピコンピコンしてるし、渋滞かかって、もうもちろんクーラーつけないんですよ。もう最新の注意を払って、運転したんですけど。あまりブレーキもちょっと。そうだね。で、ガソリンスタンド発見するも、セルフには行けないし、人がいるところに行けば、え、500円ですかって言われるだろうっていう、このちょっとこのなんていうの、器の鎮静、僕からすると、ハードルが高いわけ。 500円分お願いしますっていうね。うん、500円できるのかな一応。一応できるって聞いた。あ、そうなんだ。できるんだ。うん、でも、セルフでは無理じゃないかな。うもう機械に自分で入れないといけないからね。お金んお金。えー、メールも残り時間まで紹介していきましょう。えー、ともぶんさん、モーリー、ランプチカチカしても20キロ走るぜということで。うん、えー、これね、車、車種によって、うん。 なんかあるみたい、いろいろ。50キロ走る車もあるし、うんうん、車種によってはその辺違うみたい。ああ、そうなんだ。うんあ。でも私結構、ランプチカチカしてるんだけどな、いつも。気づいたら。で、どうじない。どうじない。<laughs> なんか、いたって、普通そうだよな。<laughs> もうなんか別に、あ、もう後で入れればいいさ、って言って、よく、アジラジに来ている。<laughs> <laughs> あ、そうですか。そんな裏事情だった。そう。そううなんか、出る、家出るとき、私、技能科から来るんですけど、うん、もうランプついてます。うん、普通、来る途中、一応ガソリンスタンドあるさ。るね、うでも、いや、帰り入れよ、みたいないつも。思うんだ <laughs> 帰。帰りでいいかな、みたいな。別に、大丈夫だろう、みたいな。あの、自分の中で、この、この E ゲージのランプついてます。<う>で、E の、この、メモリがあります。メモリの e、E って、 ランプついてるけど、上か下かによっても、ちょっとなんか持ち具合違うから。うん、ああ、まあ確かにね。あ別に、あの、メモリまだ、メモリより下がってないランプチカチカだから、大丈夫だ、みたいな。入り入れようみたいな。ああ、まあそれはあるね。うん、確かにね。ちょっとこの E のところよりも上の部分だったらまだいいけどまだまだ別に大丈夫でしょう、みたいな。ああ、全然いいよ。もう下に言えば人間の足のすねぐらいのところかそう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 。ちょっとね、危ないってことでね。 一応ガソリンスタンド探そうかなみたいないやでもねやっぱ泊まるとガソリンを今ここに持ってこないといけないですからねどうなるんですか泊まったら泊まったことないんだよね一応はガソリンスタンドに行ってでそこでいえば給油缶っていうんですかあれをこうお借りしてで保証金を払いで何千円分か入れてでそれでガソリンを入れますとなっこの を返すことによって保証金返っててくるとことをしないといけないですから。これはセルフでは無理だわけ。人がいるとこじゃないと借りれないので。そうだよね。セルフでは貸し出ししてないですからね。ってことがありますから。ちょっとあれだね。難儀なるね。そしたら。そうなんですよ。ちょっと難儀なる。えともぶんさん。セルフも500円もあるよということで。あこれはもうめっちゃいいこと聞いたな。500円もあるんだ。 はい、えー、皆さんも本当に備えあればということだと思いますので、うんえー、そうならないように早めにやっていきましょう僕もね一応は、うんまあ、できれば満タン入れたいんですけどね、うん、もう1000円2000円で,でしかこう切り崩せない時はついついね1000円入れてっていうのをやりますけどもやっぱり何事も余裕を持った方がいいかもしれませんね さあ、アジクーターラジオ、今日の番組のテーマ、もし魔法のランプで願いが叶うんだったら何がいいですかということでメッセージをお待ちしています。761アットマーク、f m c o a j p 761アットマーク、f m c o a j p でお待ちしております。さあ、それでは曲行きましょうかと、えー。ではではですね。まあ、この後5時30分からは地域密着、道路交通情報の時間もあります。 時間まで曲行きましょうではではしもじいさむのナンバーから希望を注げ さあ、時刻は5時30分になりました。地域密着道路交通情報の時間です。沖縄市内の渋滞情報や天気の情報をお伝えします。まずは沖縄市千葉の十字路329号線。今のところ目立った渋滞はなく順調に流れているようです。FM 小沢スタジオから見える国道330なんですが、パーカーベニュー前。えー、今のところ小座方面から小屋向けにかけて混雑しております。 ゴヤ方面からコザ十字路向けは今のところ順調に流れているというそんな感じでございます。そして、コ、え、ザ、ー、運動公園出入り口付近方面からコリンザ向け国体道路、こちらの方面で現在渋滞ということですね。えー、渋滞になっているということでございます。はい、で、またですね、あのー、 イオンライカム方面から沖縄市のゴヤ十字路向けにかけて現在渋滞しているという情報が届いております。帰る時間帯でもね、ありますし、うん、ちょっとこう、アーティフハーティーするというか、あのー、なかなかスペースをね、あのー、開けないで走行してしまう恐れもありますので、スペースもちゃんと開けていただいて、まあ、急な対応がね、できるようにですね、心がけていきましょう。 うん、さあ天気の情報もお届けしていきます。今日のこの後は降水確率10％、天気の予報は晴れということです。あの最近この涼しくなってきているというか、クーラーをね入れないでも夜も過ごせるようになってきたんですが、朝の最低気温が明日は22度、日中の最高気温が26度になってくるということですね。まあなのであの日差しはね太陽は出るんですけれどもうんうん、うん。 ちょっとこう、それが隠れちゃうと、こう、肌寒いようなね、そんな感じの気温にもなっていくということでございます。さあ、今週土曜日までが10月で、日曜日から1日ということですけれどもね、はい、も残り今年も60何日とかですよね。うん、そうだよね。はい、カウントダウン始まりますけれども、うんうん、はい。えー、今週1週間はまあ天気には恵まれていきそうだという情報です。 以上ここまでは地域密着道路交通情報と天気の情報をお伝えしましたさあ番組残り時間23分となりました「あじらじ」今日の番組のテーマは魔法のランプがもし使えるとすれば というテーマでおお届けしてります例えば取り返しのつかないことをやってしまいその魔法のランプが使えるのであればそのミスをね帳消しにするとかちょっと時間を巻き戻すとかねいろんなのがありますけれども今ね交通情報でインテリアマイハウスさん花一輪さんいつもどおり電話をしようということ電話を取ってポポポポっとかけたんですね。ガチャ はいもしもしって取った時の声が全然このなんて言うのインテリアマイハウスさん花一輪さんの人じゃない声が聞こえて嫁にかけてましたね <laughs> <laughs> 慣れって怖いね <laughs> 本当に一応聞いといてよ <laughs> 交通情報、うんうんうん、どうだった感情しつ、うん、いてるって <laughs> 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 あの間違ってさかけてしまった場合でどうするうん、うん、間違ったっていう 一応は一応は間違ったって言うかなああごめんねってあそうですか僕言わないんですよあそうなの今日も保育園の時かな保育園園に子供を預けてでお便り帳書いてたんですけどその時なんか発信押してたみたいで僕着信だと思ってたんですけどあどうしたのって電話したら「何かありましたか?」って言われたわけうん これ絶対俺が書けたんだなと思ったので、うん、あのーすぐパッて切り替えて、うん、えー、あ多分娘がご発信したんだはずってちょっ言ったんだけど一応、うん、あんまりこう間違って書けたってことを言わないように一応はするわけいつもそういえばさみたいな、うん、その時もう頭の中でプっとも,もうフル回転、うん、<laughs> まあ素直に間違ったって言えばいいんですけど、うん、素直に言ってもいいんじゃない なんだけどね。うん。でもんついつい。ああ、なるほどね。そうしますけどね。うん。携帯ね、便利ですけど。うん。勝手に電話とか。あわかる。勝手になんかしてるよね。勝手になんかしてるよね。そう。この子たち、勝手になんかするよ。ほっといても。なんか、<え>カバンの中とかでも。あ、そう。そう。何も,何も押してないけど。何も押してないけど。なんでかなちょっとね、調子悪い時があるんだろうね。 あんまりなんかアプリ勝手に開いてるときないうんある,あ,るあ,るあるよなとかまあなんかいろんな LINE とかうんあれこんなの送ったみたいなのとかあるねうんうん、うん、たまにこう携帯見たらうんえ俺こんな動画見てないけどみたいなページで止まってる時があるわけうううん、うんへっってなってでアプリも立ち上げたことないアプリが立ち上げてる途中みたいな。うんうんおー 便利なんですけどね。うんうん、たまにそういった、こう、誤作動がね、起きるということですけれども。さあ、メールも紹介していきます。はい、最 DJ モーリー、久しぶりの DA、お疲れっす。お疲れっす。ラジオネーム、シューターです。ほいほい。さて、まあ、テーマ、願いが叶うなら。はい。えー、毎回一緒なんだけど、やっぱり宝くじの大当たりなんだけどさ、買い続ければ、いつかは当たると思っていて、うん、買い続けてるけど、<う>どんなや、 日頃の行いをよくしとこうやはいラジオネームシューターさんもうこれね買いつ宝くじはね買わないと当たらないからねうんそういいと思うよ買い続けていくらぐらい当たりたいですか当たるんだったら宝くじうんえっと宝くじって億とか一番のあたりで、うん、もう3億とかああ<ー>ねえ ロトとかってなったらもう6億とかなんかねいろいろありますけどじゃあ6万円とかぐらいでいい6万円 <laughs> ?6 万円とかぐらいでいいかなあっでもそんなに多くは求めないけどない別になんかもう6万とかでいいでもあれじゃない一生6万円が振り込まれるとかでいいんじゃないああそれ熱いかも <laughs> <laughs> それ熱いかもそれ熱い激熱毎月6万毎月いいかもそれいいかも 一気にね、こんなバーンってもらったらはたふたしそうだけどそれがいいかも月払いで月払いで結局ねもらう額同じなんだけど小分けにしてもらえるとねうれしいよね助かるよねそれがあれなのかなちょっとこう純粋じゃないのかな逆に逆に月々みたいな あは月払いで <laughs> その方がいいよな絶対なえ絶対その方がいいんだだってそれまあ別にうんドーンって来たら夢があるけど確かに夢があるけど怖くなるはず怖いよな怖いもうつんのっう怖い怖い、うんえー、リクエストもいただいておりますそしてこちらラジオネームアルゴガルスキーさん、はい、やがてお家ウォーキングアンのラジオ投稿を3時間もしていました足が疲れました お疲れ様ですディ、えー、エポンさん次は差し入れ持っていきますからね今日はマネーは最小限で来たのでということでお<ー>、はい、いえいえお気遣いなさらずもう今日はね MJ さんのアルフォートがすごいこうラジオを頑張る原動力になりまして <laughs> 着々と袋が開けがれていってますからねそう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 お、はい美味しい <laughs> 美味しい美味しいえー、こちらラジオネーム トブーさん、はいあー、さっきいただいていたんだ、えー、意見等から南インター向け、うん、意見等から南インター向け、沖縄市民会館手前のセルフは500円から大丈夫だったはずよ。あ、ガソリンのね、うん、話ね。で、はいはい、ここは数日前からディッター100円だよということで、うん、最近なんか表示がね、お<ー>安くなってきてる感じがしますね。安くなってるんだ。これで100円切ったりとかしたら、もう何年ぶりになるのかな。うん、ねえ、本当に。 まあ昔はというか、はい。まあごくたまに50円切ったりとか。うん、何十何円みたいな、ね、ありましたけど。十、ね。でも今はもう百何十円とかっていうのが当たり前にね。百ね。60円とかね、うん、上がったりもしましたけど。してたね。ええー、まああの、車自体もね、うん、やっぱこう燃費がいいやつももちろん出てきてますけども、うんうんうん 電気自動車なんかも全然やっぱりあれみたいねお金かからないみたいねあそうやっぱりそうなんだ<ー>今ねなんか高速のインターとかでも電気自動車用のなんかコンセントみたいなあるしね,、うんうん、ねあれ無料とかでしょ多分あそうなのじゃないかなわー最高だなだそしたらな最高じゃん最高だなこの月々の時、ね、々そうそうの時の時々の時々を考えれば、うん、いいかもしれません 三郎太さんからも「モーリー DA こんにちは」はい、さて今日のテーマ「魔法のランプにお願いをするなら」うん、確か魔法のランプが出てくる物語は大体願いは3つっていうのが多くなかった、うん、願いが3つしか叶えられないんだったら1番目に住宅ローン税金免除2番目に DA とルーラララ、えー、深く考えない過去愛 <laughs> そして最後の願いに「俺を魔法使いにして」 でやったらランプなくても魔法を使い放題だぜ、えー、リクエストは魔法って歌をあ考えたんだけどコメットさんの歌と魔法使いサリーちゃんと高根の花子さんしか出てこないからなだからモーリーいつものバックナンバーの高根の花子さんでお願いしますはいへ<ー>サブロアタさんからいただきました <laughs> これ3つ目かなわないでしょうね <laughs> 3つ目は3つ目、うん、俺を魔法使いにして、うん、<laughs> これはね赤いやつだねきっと、うん <laughs> なんかこう、ドラゴンボールでも、フリーザがなんか、不老不死にしてとか言って、シェンロンをなんか殺すンなかった、なんか。ねそうなのシェンロンリーザだったかな僕な一回、シェンロンロー、べってこう、鳴るさ。へ<ー>で、ドラゴンボールが石になって。うん、で、その後、ナメック星に行って、うん、ナメック星のいえば最長老がいて、その最長老が、 シェンロを復活させるみたいな。へえ、そういうのがあるんだ。そういうシーンがあったさ。へえ<ー>。ちょっとね、悪、うん、まあそういうのありましたね。うん、うん。まあということで。はい。この住宅ローン税金免除はもうめっちゃ大きいね。<laughs> これは。本当ボディーブローのように効いてきますからね。やっぱりなんかあれだね、現実的な感じとね。うん。あの 夢を追いだってさ今多分それぞれ聞いてる人の中でローンがダッてなくなるって考えただけでデジーのに降りると思うよあそっか住宅教育車もういろいろあるさこれがファってなくなるって考えただけで肩こりもなくなるんじゃないですか多分あうそうだねこれから後々を考えると。 まあなたもね老後のことを考えて、はいはい、今せっせと働い,い働いているようですけれども、うん、海外行ってからね、うん、ちょっとこう価値観がパッと一気に変わって、うん、また沖縄に帰ってきて、はい、でもいいんじゃないですかうんうん、うん、ですね友文、ね、さんリッター50円 一回だけ入れたことあるな今から17年くらい前が最後かなあ大好きなドラマ「東京ラブストーリー」ではカンチは理科に魔法使いよったぜ魔法だったら使えるってからさあ魔法抜きすねということで、はい、<laughs> あそういうシーンがあるんだ <laughs> ええー、甘ーい甘い何すかこれ甘いって甘いなんかえなんかあれじゃんキュンキュンするみたいなキュンキュンするやつじゃないのこれ分からんけど <laughs> あそれは甘いって言うんですか甘,甘いねと思って そういうシーンがあったっけへ、えーさあツイキャスいかがですかツイキャスアアツイキャスははい皆さん忙しいようではいはい分かりました、えー、この後残り時間10分ちょっととなってますが駆け込みメッセージお待ちしています、うん、バックナンバーのナンバーで高根の花子さん ラジオネームサブロータさんのリクエストはバックナンバーで高根の花子さんをお送りしました。さあ DA からお知らせです。はい、お知らせです。ここでリスナープレゼントのお知らせです。この度、オリオンビールではオリオンスタイルを新発売いたしました。香味設計に基づき原料処分や発酵工程に工夫を殺し、コーラーし、さらにオリオン初採用、露過技術にてスッキリとした後味の良さを実現しました。美味しさしっかり、キレスッキリ、 オリオンスタイル。今日は番組を、番組をお聞きの皆様に、オリオンスタイル 350ml24 巻入りケース、1ケースを10名様にプレゼントいたします。で、応募方法が、えっ、ー、と、FM 小沢にて、宛てにメールをお送りください。で、懸命に、オリオンスタイルリスナープレゼント、本文に住所、氏名をご記入を、ご記入の上、お送りください。で、これは、 ちょっっと待ってくださいよ11月の2日, 2> 月の2日マイオアシスアジラジ内にて発表と発表はい、はい、でただしちょっと FM 小沢で取りに来れる方に限らせていただきます、うんうん、とのことです、はい、よろしくお願いします、はい、どうするかな DA が告知したことで20人ぐらい一気に来たら<笑><笑>いやありがたいこと、うんね、みんな聞いてくれてるってことだからねビール好きですか ビール好きですねまあ、まあ、やっぱりこう人ケースもらえるってなったらテンション上がるだろうね上がるんじゃないですかリスナーさんもねうん上がる上がるうんぜひこれをきっかけにして、はいえー、ラジオまでメッセージを送ってください761アットマーク fmcoza.jp こちらでお待ちしております さあ今 CM が流れてる間に一件メールが来まして、えー、懸命にオリオンスタイルディスナープレゼントと書いてね、うん、え送ってくれたディ、まあ、スナーさんがいるんですけれども、応募と、はい、いうことですね。はい、今日だけでまた5名の方が応募するという、うん、そういった形になりました。アジラジだけで多分18件ぐらい来てますね。 嬉しいですね。こんなにたくさん聞いてくれてるってことなんで。そうだね。うん。うん。まあ、でもあれですよ。10名に当たるから。うん。今のところ、当たる確率は、2分の 1?2 分の1ぐらい。二分の一いかないぐらい。ですよね。うん,うんうん。さらに、シャラクホウスケさんからも、懸命に、オリオンスタイル。お<ー>リスナープレゼント。といただきました。はい。昨日も言ったんですけど、このアジラジの名前自体も、オリオンスタイルに変わりそうな、 ぐらいこの言葉が、うん、しょっちゅう言ってるね昨日からね <laughs> オリオンスタイルオリオンスタイルオリオンがねスポンサーについてくださるのであれば <laughs> もう明日からオリオンスタイルですそうだよねずっとねオリオンスタイル <laughs> キラーンみたいなしかも担当してる人は一切お酒飲めないっていうね <laughs> 宣伝に困るんですけどもリスナーさんは好きですからね皆さんねうんうん、うん えー、魔法。うーん。さっきの住宅ローがチャラになるのがいいですね。ということで。うん,うん、うんはい。シャラクさん、いただきました。さ,さっきね、ちらっとスタジオの外にお越しいただきましたけどね。<お>何かの受け取りかなきっとね。はい。じゃあ、エントリーということで、えー、追加していきたいと思います。えー、発表はですね、来週の月曜日の11月の2日。朝の放送。2> 2<日>夕方の放送で発表していきますので。おっと。 ですか今なんか生きてたは生きてたなんか何があのイヤホンがああ動いたっことは、ね、あっ動いたっはい。びっくりびっくりもう放送のあと1分切ってますよ <laughs> ってことで、はいえー、10月最後の火曜日のアジラジはこの辺でエンディングですけれども、はいえー、この後もね、えー、FM 小山761でお楽しみください火曜日ここまでのお相手は DJ モーリーと火曜日あスタントリエでした